全盲女子の波平丸です。このところ大きな地震が多いですけれども、その時にテレビから流れる緊急地震速報について、この前全盲の友人と話したんですね。友人はこの速報のチャイム音が流れるのを聞いて不安になったと言っていたんですよね。テレビだとチャイム音が流れるだけで、どの地域なのかとか詳しい情報は耳ではつかめないんですよね。確かに私も地震に限らず、テレビでニュース速報のチャイム音が流れた時は心配になるんですよね。大変なことが起きたのかもしれない、でも何があったかわからないっていうことでね。でまたこのチャイム音というのもあえて不安になるような音が使われてますしね。でこんな時テレビ以外の方法で何とかするっていうことはできると思うんですよね。まず使えるのはスマホ。スマホで何かあったのかなと情報収集するっていうのは一つありますよね。でもじゃあスマホユーザーではない方はどうしたらいいのかっていうことになりますよね。こうなると活躍しそうなのはラジオですね。我が家でも地震の情報に関してはラジオでチェックできるようにしてるんですね。緊急地震速報が流れたら自動でラジオのスイッチが入るように設定してます。まあ、突然流れ出すのでびっくりすることもあるんですけど、揺れに備えるっていうことは重要なので、こうしておくと安心かなと思いますね。とは言ってもですね、テレビというのも全盲の私たちにとって大きな情報源なんですよね。私も基本的にテレビよりラジオ派ではあるものの、テレビが嫌いなわけではないですし、子供の頃は本当によくテレビを見ていたなぁと思いますね。家では常にテレビがついていましたし、全盲の友達と学校でテレビのアニメやドラマや歌番組の話をするっていうことも多かったですね。今もテレビは身近な存在って感じてる人は多いんじゃないかなと思うんですよね。なので速報が入った時にはそれが何のニュースなのか音声で教えていただきたいなって思いますね。で、この関連で興味深い記事を見つけたので説明欄に貼ってるんですけれども、 NHK の職員の方がテレビのニュース速報を音声で伝えるための装置の開発に取り組まれたというお話なんですね。この記事を読んでまず思ったことなんですけど、速報の中にはチャイム音の鳴らないものもあって、私はその存在を全く知らなかったなっていうことに気づいたんですよね。私にとって必要な情報だったかもしれないのに、それを知らなかったってことですよね。そう考えると音声で速報の内容を知るってすごく重要だなぁと思うんですよね。まあ、ただ記事によると結果としてはそれを可能にするのはなかなか難しいみたいですね。装置の試作機が完成してニュース速報を読み上げる機能は実現できたそうなんですけど、その機能を内蔵したテレビやチューナーが発売されて、それを視覚障害者が設置するっていうのはあんまり現実的ではないということなんですね。まあそうかもしれないですね。でもこうして
視覚障害者の悩みに気づいて改善策を考えてくださる方がいらっしゃるっていうのは嬉しいことだなと思いましたね。視覚障害者でなくても常に画面を見られるというわけではないので、この開発は多くの方にとって意味のあるものなんじゃないかなと思いました。ということで、今回はテレビのニュース速報に関してお話ししてみました。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。